マイク・トラウトの趣味やっぱり陰キャすぎる。現役最強打者はお天気オタク、昨季 MVP エンゼルスのマイク・トラウトが野手24がシーズンオフに気象専門の米友選局ウェザーチャンネルで特派員を務める交渉を行っている。幼少時から気象情報のチェックが大好きで、特に雪嵐に目がないという。昨春はキャンプ地のアリゾナ州近郊に雪嵐が接近中と知り、休日だったために2時間半かけて車を運転し、一日中吹雪を眺めていたほどだ。スマートフォンには世界の気象情報を網羅する複数のアプリをインストール。同僚らも試合が雨天中止か微妙な時は真っ先にトラウトに尋ねるとか、特派員ができれば最高だ。大型の雪嵐をリポートするのなら申し分ないねとトラウト。球界に嵐を呼ぶ男は違いますね。これもやべえやつだろ。これ好き。むっちゃ昔のやつだけどいつ見ても笑う。お天気オタクは草なんで、よりによって雪嵐なんだよ。吹雪が見たいって道民感覚からすると命がけに感じるんだが、トラウトさんの趣味天気予報、オフシーズンは車で雲を追いかけて回る。これはクソインテですわ。空ばっかり見てて事故死しそう。実際交通事故起こしてるからな。車ボッコボコになってたし、奇跡的に無傷だったけど、トラウトが事故ったのは前で発生した事故を避けたために起こったものだからね。アメリカって竜巻とか追っかける趣味のストームチェイサーいるんだよな。トラウトの趣味天気予報って日本の感覚で考えるなよ。アメリカの超でかいハリケーンを追っかけてんのやぞ。命がけや。言うて野球選手が天気オタクになるのはおかしくなくね。球場のコンディションでアウトになるかセーフになるかかなり左右されるし。それでも雪嵐には目がいかないわ。ラジコン A は親和性高そうやな。くさってか言うほど気象マニアじゃない気が。ツイッター見たら NFL のつぶやきばっかだし。そんな時期もあったんだな。トラウトも若かったんだな。笑い。今見たらトラウト可愛いわ。わっか。てかシンプルにこの当時にトラウトが細すぎて陰キャに見えるよな。それな。趣味もだけど、面構えのちょい影の部分が垣間見えてる。やっぱり趣味がド陰キャすぎる。何回見ても陰キャすぎる。トラウトにも陰キャの時代があったんだな。また応援したくなったわ。バヨ戻ってきてくれ。